はい、こんにちは、豆と申します。ひとみさき実況プレイ続きからやっていきたいと思います。とうとう今回犯人が分かっちゃうのか。お、はい、一度風呂に行って目を覚まそうと俺は風呂へ向かった。いや待って、私のさ、何かが間違っててさ、ここでさ、匠が殺されるとかさやめてよ、最終章入っちゃった。はい、はあ、ドキドキする。一睡もしなかったんだ結局。朝、結局あれから一晩起きていた。今日のことをシミュレーションし続けたのだ。今日は失敗できないからな。おそらくこれで大丈夫だろう。さて、あとは安田さんからの連絡待ちだな。ああ、そういえば、ドールと冬美にも伝えておかないとな。そろそろ起きている頃合いだろう。部屋に行くか。はあ、めっちゃドキドキしてます、私。一体誰が犯人か、皆さん、おのおの予想しましたか？私はね、姉子と思ってるんですよね。愛ちゃん、ちょっと朝の癒しをいただきましょう。ああ、スルーされたカレーに。おはようございます。今日も早いですね。早いでしょう。一大事が待ってますからね。おーい、起きてるか？おう、起きてるぞ。入れよ。入るか。もうトールさんも、あー、ちょっとちょっとこれマウスが表示されないんだ。ここ見てください。ちょっと指で指してるけど、多分ね、印つけてる。お布団くっつけて 寝てますよ。いい、なんだ、とっくに起きてたのか。ああ、お前が来るのを待ってたんだよ。俺を？お前、何か分かったようだったからな。言いにくそうだったから言い出すのを待ってたんだ。こいつはなんていうか、気を回すのが上手いな。お前ってそんな気遣い上手いやつだったか？ま、俺もいろいろあったんだよ。いろいろか。互いに大変だよな。そうだな。ま、とりあえず座れよ。ああ、俺は机の前に腰掛ける。それで？ま、大体のことは分かった。まだ分からないことはあるが、それはこれから確かめることにする。これから？どういうこと？ああ、実は、と、そこで俺の携帯に着信が入った。安田さんからだ。来たか。俺は電話に出る。はい、戸塚です。ああ、戸塚くん、準備できたよ。今から1時間後に学校にみんな集まるから。1時間後か、結構すぐだな。わかりました、ありがとうございます。で、別件の頼みの方はどうです？それに関しては結構簡単だった。ちょっとしたことでできるみたい。よし、何から何までありがとうございます。いいんだ、どういう形でも事件が解決することが一番だからね。こういう考えの人が警察にいてくれて本当に助かった。安田さんには感謝しかない。ええ、そうですね。ではまたで1時間後に。わかった、じゃあね。通話を切る。今の電話は？安田さんだ。ちょっと頼みをしてた。勝手ね。まず相談しなさいって言ったでしょ。罰金ね。悪かったって。夜遅かったからもう寝てるかと思ったんだよ。で、その頼みってのは？ああ、今回の事件の関係者とされる人たちを集めてもらった。まあ顔グラがある人たち、みんなが出てくるんでしょうね。マジか。ってことは？そこで犯人に詰め寄る。ずいぶん思い切ったわね。それしかなかったんだ。現状ある手がかりでは断定することはできないからな。だからそこで確かめるんだ。間違ってたら恥かく上に名誉毀損なんかになるかもしれないが、それは覚悟の上だ。わあ、ごめんね匠、多分一回捕まるわそうなったらそうなったでいい。その場合は俺はもうこの件については諦めるつもりだ。警察にも今俺が提示できる分の情報や物を全て提示してここを去る。そう、俺は全て覚悟して今日という日に挑んだ。なるほどな。だから
お前らにはその最中で助言してほしい。あくまで中立的な立場で俺が間違わないようにフォローしてくれ。頼む。マジで頼む。俺は頭を下げる。土下座しますから。やめろよ。俺らはお前を手伝うって決めてここまで来てるんだ。そんなことをしなくても俺はお前を助ける。そうよ。頭を下げるなんてあんたらしくない。調子狂うからやめな。ありがとう。いい友達だった。本当にこいつらがいてくれてよかったと思う。よし、それじゃあ時間までお前のその考えとやらを話してくれ。わかった。俺は二人に今の俺の推理を話し始めた。はい。徳美くん、教えてよ。やがてその時間がやってきた。じゃあ行くか。ああ。ええ。さあ向かうか。けじめをつけに。ああ動かせる。行こう。行くぞと。セーブしてなかった。危な危な危な。行きます。はい。さあ行こう。真実へ向かいます。もう超気になってたんだよ。学校に来ると安田さんが迎えてくれた。来たね。今この学校が長期休暇中だから使わせてもらうことができたんだ。というか仕事が早い。マジで有能だなこの人。エリートか。結婚して。まだみんな来てないけどそのうち来ると思うからこっちの部屋で待っててよ。わかりました。俺たちは学校の大教室へ大教室へ案内された。教室に入ると見知った顔が何人もいた。だがまだ俺が呼んでほしいと言った人が全て集まっているわけではないようだったので、しばらくそのままで待つことになった。そして待つこと数分、最後に来たのはナナミたちだった。ナナミとマナと、そして彼女らの両親も一緒だ。ナナミの両親は呼んでほしい人には入ってなかったのだが、ナナミとマナを放ってはおけないと両親の判断で付き添うことになったそうだ。まあね、事件があったからね。安田さんにそれとなく聞かれたが、俺としては特に問題ないので大丈夫ですと軽く伝えておいた。そうして全員が集まったのだった。準備が良ければ安田さんに声をかけようか。あー、ちょっと待って、めっちゃドキドキする。めっちゃドキドキする。みんなの話をちょっと一通り聞こうか。しっかりやりなさいよ。頑張れよ。一体何が始まるんだ。そうね、おいちゃんたちはね呼ばれてなかったもんね。たくみ、たくみお兄ちゃん、これどうしたの。まなちゃんはでも生まれて何年前の話だったっけ。いや1年前生まれてるわ。生まれてるわバロー。これは何だろうねと。おお、祭りかな。でもじいさんも重要なんだよ。じいさんがいなかったらばあさんが発見しなかったしね。どうしたんだろうね。お前はね、誘拐事件の犯人だよな。なんだよこれ。何これ、どういうこと。なんだよこれ、事情聴取、何が始まるんだ。と見てろよ北村刑事、一回は捕まるかもしれないかな。はい、行きまーす。始めます。怖いよ。よし、始めましょうか。安田さんは一息つく。で安田、これは何事だ。ちょっと事情があると言っていたが、ただ事じゃないだろう。それ相応の理由はあるんだろうな。それは。安田さんが俺に目配せをする。すみません北村さん、俺が安田さんにお願いして集めてもらいました。おお、まあ簡単に言えば今回の事件のことが大体分かったからですね。俺が言うと教室内にいる人たちが俺を凝視する。同時に少しざわつき出した。マジかよ匠。本当？ああ、まあドラマでよくあるあれだよ。最後に犯人を追い込むあれだ。周りの空気が変わっていくのがわかる。ふん、ドラマの真似事か。でこんなに人を集めて間違えましたじゃ済まないんだぞ。ちょっとやめてやめて。わかってます。ある程度確信を持って挑んでいますから、まあ万が一間違っていたら好きに罰してください。俺が、
雑然と言うと北村刑事が一瞬立ちログ。わかった。まあ話は聞こう。とりあえず強引に中断というのはなかったな。正直この人が無理やり解散させるんじゃないかっていう可能性も考えた。まずここに集められた人たちですが、ここにいる人たちはある程度事件に関わりがある人たちです。周りの様子を伺う。なぜ自分がという顔をする者もいれば、心当たりがあるのか少し表情が固くなる者もいた。では今からこれまで起きた事件の、事件を取り上げながら進めていきます。最初に取り上げるのはマナとナナミの事件から。一瞬フータを見る。明らかにびくついている様子が見て取れる。わかりやすいやつだ。間違いないな。でこのうちナナミの事件の後なん、事件の後なんですが、俺は事件直後に何人かと会話しました。まず北村さん、安田さん、七海の家族の方々、そして加藤風太。この中で不自然な発言をした人物がいたんです。それは加藤風太、お前だよ。俺が名前を言うとその人物へと視線が集まる。何を覚えてないか、自分がどんな発言をしたのか。何のことだよ。覚えてないなら言ってやる。お前はこう言ったんだ。マナちゃんだけじゃなく、ナナミちゃんまで誘拐して監禁してってな。なんだよ、そんなことかよ。そんなの別におかしくもなんともないだろ。じゃあ聞くが、お前はナナミが誘拐されて監禁されたことは誰から聞いたんだ。ユウとフータはハッとした顔をする。それは、町の人だったような気が。あの時町では、ナナミが行方不明になったことしか広まってなかったはずだが。じゃあ警察の人だ。警察の人が話しているのを聞いたんだ。確かに、俺が話したタイミングで現場から離れた警察の人は一人いたな。なら、その人から聞いたってことか。そうだよ。誰かは忘れたけどな。墓穴を掘ったな。ここまで単純だとやりがいがない。北村さん、どうです？風太に事件のことを話しましたか？俺が北村、さんに尋ねると、風太は意味がわからないといったような顔をしていた。いや、話してないな。あの後は町の人とは話さずに一度署へ戻っているとのことだ。そこまで来てようやく意味が分かったらしい風太は明らかに挙動不審となった。あの時俺がお前に会うまでに現場から離れたのは北村さんだけだった。ならお前は一体誰から話を聞いたんだ。それはまだどう言い逃れするかを考えているようだ。往生際の悪いやつだな。もういいっての。七海とマナを誘拐した犯人はお前なんだろ。この人か。お前がマナとナナミを。証拠。突然フータが叫んだ。証拠だ。そんな発言で犯人ってことにはならない。そんなのマナちゃんが誘拐されたんだからナナミちゃんもって思うだろ。予想だ、予想して言ったんだ。明らかにさっきの発言を自分から次々に覆しているが、まあ、いいところをついている。確かに状況推理だけだから証拠にはならないよな。マナちゃんがでもなんかいたって言ってたからどっか怪我してるんじゃない。だがそう来ることは予想の範囲内だ。証拠があれば自白するのか。あればだけどな。あるけどな。あったりだろ。あるっつーの。ほらここに。俺が取り出したのはヘアピンか。ヘアピンか。これがなんか刺さったんだろう。はい、マナのヘアピンだった。なんだよそれ。こいつは俺がマナを探し回っていた時に見つけたものだ。マナのもので間違いないらしい。だからなんだって言うんだ。そんなのが俺が犯人だって証拠、こじつけもいいところだ。まあ待てよ。マナの話によるとだな、犯人に担がれた際に犯人がいたと小声で叫んだみたいなんだ。お前
マナを誘拐するときにどこか怪我でもしたんじゃないか。例えば腕とかな。怪我なんか。とりあえず袖をまくってみせろ。話はそれからだ。なんでそんなこと。ならお前が犯人で決定でいいだろ。分かった、見せるよ。ブータが腕をまくる。そこには何かで引っかいたような跡が残っていた。それはちょっと木に引っ掛けただけだ。いつ、どこでだ。 うるさい、そんなの忘れたよ。でもこんなの証拠にならないだろう。じゃあ他に怪我してるやつがいたら、そいつだって犯人の可能性があるじゃないか。ま、それだけじゃそうだよな。だがその腕の怪我は本当に木に引っ掛けたのか。そうだよ、そんなので証明できっこないけどな。いや違うな。お前のその怪我はマナをさらうときにこのヘアピンで折ったんだ。そんなことは。北村さん、こういうのってわかるんじゃないですか、科学捜査とかで。ああそうだな。犯人の皮膚の成分や血液なんかが付着していれば問題ない。どうやら誘ったようだ。そういうことらしい。何も出てこなければいいな。満面の笑みで言ってやった。ウータはもう言い返すこともできないようで、言葉に詰まったまま立ちログだけだった。本当にあなたが。ななみちゃん。そうさ、そうだよ。俺は君たちをこいつから守るためにやったんだ。こいつのそばにいたら君もマナちゃんも危険なんだ。だから俺が。どういう意味ですか。匠が危険で意味がわからないです。こいつが殺人事件の犯人なんだよ。その可能性があるって警察の人が言ってるのを聞いたんだ。そうさ、こいつは人殺しだ。そんなひどい事件を起こせるんだ。だからこいつから君を遠ざけなくちゃいけなかったんだ。そういうことか。こいつの動機がようやくわかった。こいつは俺が事件の犯人だと思い込み、思いを寄せていたナナミを俺から守るつもりだったんだろう。そうだ、俺は北村刑事から疑われていた。警察が話しているのをそれとなく耳にしていたんだろう。で、こいつの中で印象の悪かった俺が犯人かもしれないという自分にとって都合のいい部分だけをねじ曲げて解釈して、それを盲信していたんだろう。ま、それだけじゃないだろうが。北村さん、あんた言ってたじゃないですか、こいつが怪しいって。はあ、まさかそんな私の一言が事件の発端になるとは思わなかったな。でもだからって誘拐していいわけじゃないが。北村さんも焦っていたのだろう。迷宮入りしそうな犬飼い事件の続きが始まったんだ。躍起になってことを急いでしまったのかもしれない。ま、別にこの人を全肯定する気はないが。ウータは完全に打ちのめされているようだった。だがこれだけで終わらせる気はない。もう一つはっきりさせておこう。なあフータ、ところでお前はなんで誘拐してたんだ。したんだ。いや、本当にマナやナナミやマナを守るためならなぜ誘拐なんて行ったんだよ。俺が危ないなら俺だけを狙えよ。だってあれはナナミちゃんがお前を信用しきっていたから。信用崩させたかった意味もあるんだ。違うな。それにナナミへの警告を兼ねるなら100歩譲ってナナミだけ誘拐すればいい。マナは誘拐する必要もない。フータの顔が青ざめていく。それを行ったのはお前がそうしたかったからなんじゃないか。守るという大義名分もあったし、歯止めも効かなかったろ。そこで一旦一呼吸を置いて、俺はナナミの母さんの方へ目配せをする。それを見て誘ったようで、ナナミの母さんは耳を塞いでくれた。ロリコンだよね、だよね、言ってた。そういえば言ってた、それ。マナは目が覚めた時に服が乱れていたようなことを言っていた。昨日聞いたんだ。お前、マナが気絶してたと、してた間に何をやったんだ。言うと
教室内にいた人々が嫌悪の視線を風太に送っていた。嘘、こいつ最低ね。違う、俺はそんな。もう一度聞く、お前何をやったんだ。怒りを込めて風太を睨みつける。お前どうなんだ。七海の父さんも声を低く問い詰める。まるで鬼のような形相だった。違うんだ、それは完全に言葉に詰まっていた。終わったな。もういいです、私だけなら許せました。結局自分だけですから。でもあなたはまだ幼い、マナまで巻き込んだ。もし匠の言ったことが本当なら、もはや許す許さないの問題じゃないです。だからあなたにもう一度だけ言います。七海は大きく息を吸う。もう二度と私たちの前に現れないで。風太は叫んでその場に崩れた。うるせえんだよ、いちいち叫ぶな。北村さん、こいつの罪に強制わいせつも追加しといてくださいよ。ま、しっかり調べてからな。頼むぜ、まったく。お前のせいだ。は？お前のせいだ。風太が俺を今にも殺しそうな顔していた。な、死ね。とっさに動いたのは俺の横にいたトールだった。邪魔すんな。やめとけよ。俺の前で風太を止めたトールは風太に蹴りを入れた。風太は数歩後ろへ下がる。殴った、刑事さん、こいつ俺を。正当防衛だろ。はいはい、仕掛けたのは君でしょ。正当防衛だよ、もう諦めな。なんだよ、殴られたんだぞ。俺は殴られたんだ。親父にもぶたれたことないのにって言いそうな勢いだね。と、そこで警官が中に入ってくる。すぐに連行してください。わかりました。なんだよ、やめろよ、勝手に決めつけるなよ。やだ、往生際が悪い。叫びながら風太は連行されていってしまった。はあ、助かったよ。まさか襲ってくるとは予想していなかったので一瞬殺されるかと思った。トール、お前そんな強かったっけ。はあ、ちょっと最近ダチと何回か殴り合いの喧嘩しててな、ちょっと喧嘩の仕方が分かってきたところだ。アサギ、殴り合いの喧嘩をするダチってなんだよ。まあありがとうよ、助かった。ごめんね、とっさすぎて動けなくて。いえ、少し何かやるかすかわからなそうな雰囲気があったんで警戒してたんです。すごい、なんかもうサバイバルを生き残ってきただけあるわ、トール。やるね、やっぱり例の事件を生き抜いただけはあるよ。安田さんはトールのことを調べたんだろうか。トールが以前巻き込まれた事件を知っているような素振りだった。で、戸塚君、君の推理はこれで終わりかな。あの加藤って男が全ての犯人だと。そこで北村さんが言う。そうだったな、まだ終わっていなかった。